ひょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるのでどうなるかわからない、成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。ともちゃんランキングということで、このコーナーではゲストさんが私高柳に聞きたいランキングをぶつけるコーナーということで、はい、今回はどんなランキングなんでしょうか。お願いします。はい、最近あった小さな幸せです。イエイ、平和だ平和だよ小さな幸せね。はい、いや、まあ、なんか大きくてもいいんですけど、そう、なんか幸せ度合いで迷った。なんか日常幸せで溢れていると思って。あ、素敵そう、なんか規模ね、いろんな幸せあるなって思った中で、うん、なんかささやかめなところから始めてみます。あ、はいお願いします。ということで、では早速最近あった小さな幸せ第3位はこちら、はい、コートなしでお出かけできた。あ、すごくちょうどいい。はい、ちょうどいい幸せ小さな幸せ、春、春です ね、 ね、もう結構なんか急に暖かくなってね。え、そうなの、本当に今ね、うん、なんかこういよいよ春だなって感じの気候が、うん、してきて。いつの季節が好き？秋、春も好きです。でも、うん、秋わかる。私も一番好きなのは本当は秋。あ、本当ですか？春は花粉がひどい、うん、あ、花粉そっか、花粉じゃないと辛いですよね。全然平気。そうなんですよ。羨ましい冬は冬でね、うん、なんか好きなんだけど、やっぱ春ぐらいの気候の方が、うん、コート着ないで出かけられるぐらいが。そうですね、身軽になってなんかいいですよね。ウキウキしちゃうし。そうなの、洋服もなんかちょっとさ、うん、カラフルになってきて、うん、そうね、ね、そう、買い物が楽しくなる季節、うんうんうん、パキッとした色がお似合いだから。あ、嬉しい。そう、あの一緒のコンテンツでね、うんうん、ピンクのお洋服多いから、ね、それいつも洋服似合うなと思って。でもパキッとした緑もいつも似合う。え、本当ですか、うん、私もあれいつもドキドキしながら着るんですよ。めっちゃ似合うよ本当ですか。確かに普段ね、今日もなんか黒かなって思って黒のコーデを、そう、着ていただいてるんですけど。そうなんですね、ありがとうございます。ちょっとやっぱかっこいい感じの服装が似合うイメージが。そうですね、かっこいい系の服が多いかもしれないです。うん、似合う、なんでも似合う。嬉しいそして第2位、はい、こちら、当日券で一桁列で感激できた。そんなことあるんですか。そう、なんか、しかもすごい人気の舞台で、全然私もなんか当日券とかどうかなって思いながら、うん、ちょっと当日券チャレンジをしたんです。私やっぱね、仕事もあるから、うん、なかなか前もってチケットって難しい部分ある中で、うん、結構私も舞台見るの好きで、うん、その当日券チャレンジを割とする人間なんだけど、そしたらたまたま多分機材開放というか見切れ、なるほど、見切れ席ぐらいの端だったんだけど、うんうんうん、多分幕開けてみたら、あ、意外と見切れないみたいな感じで、なんかだからちょっとなんか条件付きですみたいな席の売り方だったかもしれないんだけど、でも前から一桁列目で見れても超運が良かった。すごい。だからちょっと小さい度合いは難しいんだけど、うん、いや、これは幸せ、幸せです。めちゃくちゃ大きくてもいいんです。いや、そう、幸せはね、あればあるだけそうなの、舞台とかは見に行く、結構出てるよね、舞台。あ、そうですね、朗読劇とか、うんうん、舞台とか出させていただいてて、うん、そう、でも最近行けてないんですよね、行きたいなと思いつつ、うん、あの、行ってた時期は行ってた？行ってた時期は劇団四季とか結構行ってました。そうなんだ、うん、いいな、私も四季久しく行ってなくて、四季見たいなと思って、ちょうど最近舞台調べてた式の。ああ、そうなんですね。今もね、いろんなの結構なのね。あ、今ここ行ってるんだとかもあるしね、全国回っちゃってて、うん、あ、そうそうそう、ね、そうなの、うん、そして、はい、第1位ですね。はい、気になる第1位はこちら、はい、昔一緒にお仕事していた人と数年ぶりに再会が重なった。おお、重なった、重なった、何回か。そう、なんかいろんなその役者さんもあれば、うん、スタッフさんも、おお、なんか全然違うお仕事行ったら、うんうん、実は自分あの時この作品に関わってて
なんか直接お会いする機会なかったんですけどご一緒してたんですみたいな言っていただいたりとかするなんかそういうご縁がなんかこううねうねってしたのがこう、うんうん、合わさる時期が来てるのかなみたいな。なるほど。で役者さんも本当にデビューして 1,2 年目とかに一緒にお仕事してた方と現場で再会できたりみたいな、うん、嬉しい。そうっていうのがすごいなんかたまたま本当にこの数ヶ月重なって。お素敵。そう嬉しいなって。なんかそうやって声かけてもらうと覚えててくださったんだみたいな嬉しさもあるし、うんね、そうあるよね、いいですよね。そうとっても幸せ、うん、幸せ、ね、大きい幸せだ。そう1位だから1位は大きくいこうと思って、うん、すごいハッピーだった。なかなかね今ってその役者さん同士でも本当収録が ね分散だったりしてね。そうそうそう。だからこうか出てる話数とかが被っても現場で会えずに終わっちゃったりとかっていうこともある中で、うん、すごい私はラッキーだなって思いながら生きている、うん、あらそんな中で。素敵。しおちゃんは、はい、どんな幸せが日常にあるんだい？私はそうですね、お花を買ったのが先月ぐらいかな、うんうん、去年からずっとチューリップが欲しくて、うん、でも去年お店に行った時期にはもうチューリップ終わっちゃってって言われたんですけど、だから今年は逃さないぞと思ってお花屋さんに行って、うん、念願だったチューリップを買いました。いい、花のある暮らしをちゃんとしている人だ。そうですね、お花結構常に家にあるかもしれないです。素敵。結構両親もお花が好きなので、うん、そうなんだ。そうなんですよ、結構庭とかにもお花あったりするし、うん、いいねっていう感じと、そして2位は日本酒を美味しいと思うようになったことです。年始に、うん、あのお母さんが買ってきてた日本酒を熱燗で飲んだんですけど、あら大人、そういや大人だわと思いながら飲んだら、うん、美味しいって思って、で お刺身にも合うしすき焼きにも合うし、うん、お正月の料理とお酒って最高と思っていいね。そう、一番はやっぱビールは飲めるよう、やっぱドイツ出身なので、確かにドイツビール確かに、ね、飲めるようになりたい。でもなんかあんまり美味しさがまだわからなくて、ービールも そうなんですよ。ビールもね、それこそドイツビールとかってなるとまたそのいわゆるそのよく売ってるビールとはまた変わってくるしね。そうなんですよね、多分わかんないんですけど全然そう徐々にだね。そうですね、まあ、今広がってきてるところなので、まあ、今年か来年ぐらいにはビールが美味しいと思えるようになってるんじゃないかなって。確かになってね、もともとは甘いお酒しかって感じだったもんね。そうなんですよ、と思うともうだいぶ大人の階段上ってますよ素敵、いいね、日本酒、暑かん、冬は暑かんか、最高。最高でしたね、最高、目覚めましたそして流行る第1位は、はい、キッズサイズのお洋服が着られるようになったことです。え細くないってかなったっていうか、ね、うん、気づいたんですよ、あ、私ってもしかしてキッズサイズ着られるんじゃないと思って、すごい、だって身長も結構スラッとしてるよね。155センチで、うんうん、そう160とかのキッズサイズだと着られるんですよ。確かに言われてみれば160まであるね、キッズって。そうなんです。でキッズのお洋服は安いんです、うん、あ、なるほど、うん、そっか、まあ、確かにそうだね、言われてみればちょっと成人のを買うより安くて、うん、で結構あの可愛いのが欲しいなっていう時はやっぱキッズが、うん、なんか豊富で、あ、そっか、今時ね、キッズって言いながらもとてもおしゃれなお洋服がいっぱい売ってるもんね。いっぱいあるんですよ、だからそれを結構最近狙って買ってみて、かぶらないし、キッズだから。確かに、かぶる問題はね、声優、女性声優衣装かぶる問題はあるんですよ。なんか このブランド可愛いけども結構皆さん着てらっしゃるよなと思いながら、で、その現場行って他の方と被っちゃってた時にどうしようとかね、世代近い方が集まったりすると、うん、あるもんね、リスク。 あれ持ってる、やば、今日着てこなくてよかったみたいなとか、かぶって申し訳ないことにならなくてよかったってめちゃくちゃあるよね。ありますよね。確かにキッズは狙い目なんだ、そう考えると。そう、オフレコでお願いしますここだけの話ですよ皆さん。ちゃんぽん、ちゃんぽん、
これどっちなんだろう確かにね、うまく買うといえばララポート